皆さんこんにちは。え、二千十八年度のですね、え、二次ファイナルもし公表を行いたいと思います。え、私レックセニコシ近場淳之助と申します。どうぞよろしくお願い致します。さて、公表ということで今日お伝えする内容はですね、あのもう本番も近いということで、まあ今回の。 模試の結果を受けた概論とあとちょうどあの成績上位者の答案がですね私の手元に各4事例それぞれの事例の上位者の答案が手元にあるんですけれどもこれをまあざっと見せていただいてその傾向とチェックポイントをお伝えした後、最後にですねじゃあ残った日々本試験まで。 どう過ごすべきかといったようなところのお話まあ合わせて15分から20分ぐらいお付き合いいただければなと思いますまあ貴重な皆さんの学習時間をですねあの拝借してるので是非是非あのためになる話ができればと思ってますで早速ですがですね今回のまあファイナル模試まあ皆さんやはり事例の4ですよね 平均点で見ていきますと、まあ、一番平均点高かったのが事例の353点平均点ですがで以下事例の2が45.8事例の1が42.9ということで、まあ、40点から50点ぐらいの平均点に対してですね事例4がなんと26.7点という平均が26.7ということでですね、まあ、非常にまあ難しかった。 という事例になります。で、まあ結論から言うと、あの本番で本番でこうこれぐらい難しい問題が出た方がありがたいです。実はね、事例4は、えー、なぜなら他の受験生も解けないからです。他の受験生も解けないから。だからあのみんなが解けるような。 えー、平均点が非常に高くなるような事例が出てしまうとそっちの方が怖いミスが許されないからなので今回の模試は当然パッと見た瞬間に「え圧縮基調何それ知らないよ」とかね「うわ何これ分かんない」「クラウドファンディングがどうだ」とかちょっと「えー、どうしよう」とかね多分かなりざわついたと思うんです。うん、でそんな時に もう分ああかんない分かんないどうしようどうしようってパニクるのかそれとも実際皆さんが80分で受けた時にああこれちょっと他の受験生も解けねえなとだとすればというふうに切り替えてね頭を切り替えてじゃあ合格するために今何をすべきなのかというふうに冷静に対処できたのかまずそれ、まあ、緊急対応ですよねそういったマインドセットになれたかどうかとそこをチェックしてほしいです。 だから今回の問題が解けた解けないとかどうでもよくて実はねだって本番じゃないからねどうでもよくてただそのメンタルコントロールだったりタイムマネジメントだったりそういったこの試験に受かかかるたためのマネジメントがでできたかどうかなんですだから落ち着いてそれができた人は比較的平均以上のもちろん点数を取れてるわけですね。 だから当然取るべき第1問であったりだとか第2問とか第5問とかの記述問題とかねそういったところでしっかり諦めずに書いてわからないながらも嘘でもいいからストーリーから類推してこうだろうなとかねで諦めずに最後まで書いてたのかもうダメだ計算もできない分かんないって空欄で出したのかこの差ですよね。だから一点でも 他の受験生よりも多くね一点でも多く取るぞという執念の差が今回の事例の4の結果になったんじゃないのかなと私は見てますですのでまあ本番じゃなくて良かったですねっていうのが一つとあといい経験しましたね皆さんということですだから本番でもしこういうような問題が出たらラッキーっていうメンタルマインドセットをしてください他の受験生はもうやばいどうしようって本番だけにね かなりテンパると思うんですで勝手に脱落していくそこで皆さんは「おこれレックの模試で一回痛い目見てるからじゃあ本試験ね本番では取れるところを確実にね部分点でいいからもぎ取っていくぞと」と他の受験生がどんどん脱落していく中私はしがみつくぞと多分そういう対応が皆さんはできると思います。なのであのので今回の事例の4については 点数うぬ全く関係ないです。までそれ以外の事例について、まあ、またコメントしていきたいと思いますけれども、まあ、じゃあ順番に事例1から。で事例1はやはりその単純な予見からの抜き出しができない、えー、というまあ 本試験の出題傾向がありますよねもちろん予見の表現とか予見の情報を使うんだけれどもただそれは表面的なものであって真真の原因因ですね因訴求をしだからまああのただ単に表面的にね価格競争に陥っただの物流コストが増加したじゃあそもそも何で価格競争に陥ったのか何で物流コストが増加しているのかっていうねその根本原因を考えなければ 当然あのやはりそこは思考力が試されるわけですよねだからその事例1、まあ、非常にいい学習されている過去問をやり込んでいる受験生であればやはり一歩ないし二歩ぐらいですね踏み込んだ答えの書き方をしているという傾向が強かったですね。だから事例1のまあ優秀答案をバーッっと見ますとやはり皆さん一歩または2歩ぐらいですね。 踏み込んだ分析を診断士としての分析をしているまあロジカルシンキングに長けてるなあという感じるような方が多かったですはいですので <laughs> 単純に予見から抜き出すだけじゃなくてなぜそうなのかどうしてなのかとかね、えー、そういったところまで掘り下げて、えー、プラスアルファぐらいでいいですので最初から 2, 2歩3歩行くの無理ですからですからぜひ思いついたこれだと思ったら ぜひでどうなのみたいなねプラスアルファそこを意識すると事例1の点数っていうのは比較的、えー、改善しやすくなりますのでねそこを意識してください。あとは、まあ、優秀答案に触れたついでに言いますけれどもあの優秀答案はほとんどがですねもうひな型テンプレートパターンができてる人がほとんどです。 だから説問でね要因は何かって問われたら要因は何々であるみたいな書き出しになってたりとか問題点は何かって聞かれたら問題点は何々であるとかねオウム返しで結論を先出しにしてで具体的には123とか理由は123とかねそういった過剰書きパターンにしている人が、まあ、圧倒的に多いかなという、はい、事例1から3までね。だから、 ある程度ひな型がある、まあ、あのいわゆる模範回答の真似ですよねで今まで私の講義受けたことある人は散々聞いてると思いますけどもあのとにかく「模範解答」を写して写経してでもうそのテンプレートをね、えー、身につけるとだそれをやってきた人が今回やはりしっかりと高得点取れてるなという印象です。だだからまだもう10月の時点で、えー、ひな形がでながきてない っていう人はまあいないと思いますけれども、万が一ですよ、まだ不安定だという方はですね、一刻も早く、えー、自分なりの型というのを早くこう見つけてくださいね。えー、そうじゃないと本番でいちいちこう文章の表面的な文章の方で迷うことになるので、それも時間の無駄ですのでね。はい、まあ、そこはぜひぜひ意識してほしいなと、あの書式の面でね。というのがまあ事例の1プラスアルファのお話です。 それから事例の2 <laughs>、えー、こちらはですね、まあ、あのこれは実は事例2は私が作った問題で、まあ、タオル屋さんの話なんですけどもで、まあ、これ実際にあの中小企業白書に載ってた事例で,でこの、まあ、東京の近郊にあるタオル屋さんなんですけれども実際私もこのタオ,ルタオルを買いに行ってですね百貨店で買って接客受けて。 で実際通,通販でウェブサイトから通販で買ってみてっていうような形でその、まあ、自分で体験しプラスいろいろタオル業界を調べた上で作った問題なのであの、まあ、どれぐらい皆さんが点取れるかなだいたい平均45 50から50ぐらぐい取れるような問題作りをしましまたで今回皆さんの平均点さっき申し上げたように、まあ、45.8点なのでまあ 予想通り狙い通りあもうしっかりあのー、抑えるべきとこを抑えたらまあいや50点ぐらい取れればいいかなと思ってたので今回事例2についてはねまあ私が自分で作ったので50点以上50点から55点以上取れてる人はまあほぼあのー、事例2の対応としては良かったかなと。だ逆に50点切ってしまった人50点切ってしまった人はどうすれば えー、安定して事例2で、ね、得点取れるかなという視点でうんちょっとと見直しをししをてほいなと思うんですねでやはりここ56年の事例2の傾向はあの図表なんかで、えー、予見文プラス何らかの資料で考えさせるような問題とか知識問題が出る傾向ですよね。ですから慌てずにそのなんだろう この出題された予見文の企業に対してどうアプローチすればこの企業は良くなるのかとかねシンプルにあの図とか表とかにごまかされずだ今回はタオルのいろいろなあのデータがありましたけどそもそもこの B 社をどうすればいいのかなっていうそ,のそもそも論のところで考えると意外と本質を捉えた答えが書けるというかね。 あままり大きくぶれないいと思いますだから、うん、本試験もそうなんですけども図表ももちろんたくさん情報量あって大変なんだけどそういう、まあ、ある意味使用抹接、はい、そういう枝葉のところに行かずに B 社の社長と向き合うような意識それが実は事例2のの、うん、攻略法なななんじゃないのかなとだから目の前に私よく言うんですけど目の前に社長がいるつもりでねで社長に対してどういうアドバイスをするかと。 いうふうな視点で見るとじゃあ例えば第5問で海外展開するべきかしないべきかとかね、まあ、別にどっちだっていいんですけれどもでもそれに対してじゃあ皆さんじゃやるんだったら社長に対してどう説明しますかと。ね、無責任にややるべきでででですすとかやらないやらないいい方がいいですでなんでって言われないように、まあ、そこをちゃんと意識すると多分、はい、事例の2の、まあ、50点以上取れたんじゃないのかなと思ってます。 にですね、あの図表とかグラフとか目先の死を増せに、えー、騙されないそして B 社と本当に向き合うつもりで寄り添うつもりで、えー、解くというのが、まあ、ポイントになりますのでぜひ、えー、やってみてみくださいそれから今回一番平均点が高かった事例の3ですね。 えー、4つの問題から構成されている非常にオーソドックスな出題パターンです。SWOT 分析があって問題点があってで情報問題があってで最後に今後の問題というような形なんですけれどもスウォット分析については去年、えー、なんと第1問で出なかったというね、まあ、あの激震が走りましたけれども、まあ、激震っていうと大げさかな。ただまあ今まで平成13年からずっと 事例3の第1問はスウォット分析だと言われてました。で、ずっとそう。スウォットが必ず出てたんですよね。ところが去年出なかった。じゃあ今年どうなるかそう。わからないです。だからどちらが出たとしてもスウォットが出たら出たで、当然結構スウォット分析って受験生取ってきますからね。だスウォットでは点数落とさないようにすると。 だから強みないし弱みの要素をしっかりと抜き出すことが必要ですしまた第1問で書いた強みは大体将来の第4問とかねあとの説問で使う強みだったりするといった説問構造の意識とかあとは問題点問題点に対してじゃあそれをどう解決するのかっていうね問題点と解決の関係性ですよね。 なので、まあ、今回はあの非常にシンプルで分かりやすい事例でしたので皆さん高得点取れています。でやはり今回の事例の3でですね、まあ、平均点が53点ぐらいでしたっけねえー、っと53点ちょうどですだから今回の事例3で60点以上取れた方はまあまあ本番でも安定していけるのかなとただ60点取れなかった方というのはどこで点を落としているのか。 っていうのを確認してほしいんですねで、それが知識なのかそれとも知識じゃない別のところなのかによって対応変わってきますだから一番簡単なのは単純に知識知識が足りなくて書けませんでしただったら知識入れればいいだけの話だけど知ってたはずなのに書けなかったそっちの方が重症ですからね知ってるはずの知識が使えてないってことはなぜ使えなかったのかプロセスに問題があるということです いいですよねだからじゃあそのプロセスから抜本的に見直さないと本番でも同じミスをしますだから知識がない場合は入れればいいだけど知識あったのに書けなかった人あのかなりシビアにね自分自身の回答プロセスを見直すようにしてください。でまあ「知識が足りない」と言ってる方はですねあの過去問大体いい10年分ぐらい 手に入るだけで結構ですので10年分ぐらいまあ5年最低5年分から10年分ぐらいの過去問の問題点どんな問題が起きているのか例えば見込み生産でどういう問題が起きたのか受注生産でどういう問題が起きたのかって問題点をぶわーっと羅列しじゃあそれぞれの問題点に対しどういういい解決をしているのかと、ね、か問題点と解決策の一覧表みたいなものを 作ってみると、知識の再確認になっていいと思います。はい。まあ、あの。もうすでにね、あの、私のクラスの人たちは、もうしょっちゅう私それ言ってますので、あの、ほとんどの人はやってると思います。だから、まだそういう知識対応とかをしてない人ね。例えば、あ、じゃ、段取り、ね、ロットサイズ、段取り。外に時間がかかっていると、いう問題があったら、じゃあ。 段取り内段取りを外段取り化するとか例えばですよそういうふうな対応表みたいなものを作っちゃえばいい頭の整理になりますそうすることであの過去問で出てきたパターンと同時に、ね、抑えることができますのでぜひぜひ、えー、そういったものをやってみてくださいあとは情報問題情報問題必ず一問出ますのでじゃあどんな情報の使い方、はい、をしているのかだいたいいくつかのパターン、ね、にしかあの分かれませんので だから事例3で使う情報パターンという切り口でまとめておくともうそれぐらいするだけでも知識はもうバッチリになりますあとはスウォッとちゃんとやるだけでしょだから事例3というのが実は一番安定して点数取れる事例ですただそういったこう知識とかね事前準備の努力が必要だ努力をした人が報われるのが事例3でまた事例4もそうですけどね なので、ぜひぜひ苦手だとか嫌だって言ってる人はあ努力してませんって言ってるだけです。だから、ここから本番まで、まあ実力が一番伸びやすいのは、私は事例の三。まあまあ、事例の四も含めてね、計算力という意味では。三と四が一番実力伸びますのでね、諦めずにやってほしいなと思います。 で、事例の4についてはまあ冒頭でね一応、まあ、タイムマネジメントとかメンタルコントロールって話をしました。で、今回の事例そのものについて神経質になってね圧縮基調がどうだとかそういった。この細かいところをガタガタやる必要はもうないです。今、事例の4でやるべきは当然第1問の経営分析パートと第2問以降の計算パート。 をどうするかだけですの非常にシンプルですだからまず目指すべきは、えー、第二問以降の計算問題過去問過去問十年分の計算問題が全部、えー、説明できるレベルにしましょうはい全部説明できる解説できるレベルに仕上げてくださいそして第一問の経営分析 の問題については、まあ、過去、まあ、これも10年分しっかりと予見分のどこを根拠としどういう指標にすると、ね、収益性効率性安全性を悪化させる、まあ、要因についてしっかり頭の中を整理するともうあの今まで私ずっと事例4はもう同じことしか言ってません本当それだけなのでぜひそういう対処をしてほしいなと思います。はいまあ、ただ事例の4う 例えば朝早く起きてやってる人とかいると思うんですね仕事行く前とかねでも実際に事例の4を解く時間っていつですかっていうと夕方じゃないですかだから事例の1,2,3,3つ事例解き終わってもうヘトヘトヘヘトヘト状態で事例4やるわけですよだからぜひ皆さんにお勧めするのは疲れ切った状態とか集中力が落ちているような状態で事例の4をやるんです あえて自分を追い込むそういう時にどここまでケアレスミスミをなくせるのかっていうことだから朝一起きてすっきりしてねで周りも静かで「あ今日も一日頑張るか」っていうすっきりとした状態でやる事例4と仕事がか終わって帰ってきてね帰ってきてヘトヘト状態でやる事例4とで全然違いますからね、まあ、そういった訓練なんかも本番を見据えてやってみるのもいいかもしれません。はい まあそんな形で、えーとまあ、今回の全国模試についてはあくまでも、まあ、9月上旬の試験ですからねあ模試ですから9月上旬時点の皆さんの実力はこんなもんでしたっても過去の話もうおしまいで今もう皆さん本試験までね、えー、もう3週間とおもしかしたら3週間切ってるかもしれませんね、えー、そういった中でじゃあ何をやるべきなのかと多分過去問しかありませんよ。 過去問です圧倒的過去問で結局事例の1の過去問のパターン事例の2のパターン3のパターンそして4のパターンとそれぞれ事例別にパターンがあります語れますか事例1ってこうこうこういうパターンでこうこうこうだからこうこうこうだよねって語れますかでこの問いに対して、うんうん、語れる語れるっていう人は多分合格レベルですはい。ただえでそこでね 一瞬戸惑うようよな人はまだまだだ過去問のやり込みが浅い。はいじゃあどうするっていうとまああの公表で私書きましたけれども事例の2のところに書きましたけれども、まあ、ぜひあの私のですね道場シリーズというのがあります「過去問総ざらい」それも平成13年から平成29年までの17年分ですねの過去問を論点をブワーッと一気におさらいしてもう事例ごとに 総仕上げををしててていいいくくという道場になってますここれれ見てくださいこれマストアイテムですで過去問をしっかりと捉えた上でじゃあ本番どんな問題が来てもその延長線上に必ずありますからですからもう残りの日々はもう過去問と向き合う全力で向き合うで良ければ私の道場ね過去問総ざらい道場を受講してくださいそれで本番を迎えると。 であとはもう事例の3と4でそれぞれ言ったように知識の補充だったり、えー、疲れきった状態での集中力であったりねそういった、まあ、あの体力基礎体力作りみたいなものをやるとまあいうぐらいでしょうかね。はいですので、まあ、残された時間はもう皆さん平等ですからあとはどれだけ質を高めるかということです。量じゃなないいでででですすす質質よよののの品高もはだね だから品質の高い過去問にしっかり触れるで、えー、自分のですねまああの意識を過去問レベルに、えー、まあシンクロさせていくようなイメージですねでその時にぜひ私の道場を使ってくださいとはいよろしいでしょうかもう本当にあのも、ー、う、まあ、あとわずかでもう皆さん合格が手につかめるところまで来てますですのでまあ苦しい辛い大変だと思いますけれどもね歯を食いしばってぜひぜひ えー、皆さんが合格の栄光をですねつかまれることを期待しておりますので、えー、その時にはあの道場のおかげで合格しましたと皆さんの合格体験期待ってますのでね、えー、残りの日々頑張って頂ければと思います。はいというわけで、えー、2018年度、えー、2次ファイナル模試の公表はここまでにしたいと思います。えー、本試験向けで頑張ってくださいお疲れ様でした